皆さんこんにちは、モンハン初心者です。今日はモンスターハンターワールドアイスボーンをやっていこうと思います。今日はなんかたった今ゼノジーバのフリークエストが解放されましたとあるので、ゼノジーバ討伐に挑戦してみようかな。めっちゃ怖いんですよねこの人。なんか大きすぎてどこ攻撃したらいいか全然わかんないんですよね。とりあえず行きます。はい、今日もうまそう。ゼノジーバ倒せる自信全くないです。全くないです。お、映像付き？なんかね、目がチカチカしたんですよね、これ一回倒したとき。出たー。どうやって倒そう。気づかれてるよね。どんどん来てるよね、こっちに。絶対気づいてるよね、あれ。来たよね。いやーふぅめっちゃよろよろやん。いや、でかすぎるって。どうやって倒すの、こんな。全然効いてないやん。かな。どこ狙えばいいの。尻尾。よいしょ。あ、尻尾いいかも。よし、助けて。届いてない。やっぱね、距離感がつかめないの。でかすぎて。ほら、こんなでかいじゃん。しばらく立てないの。よいしょ。やっぱなんか光ってるところがいいのかな。よし、オッケー。よし、いいね。飛ぶか。やっぱ距離感がつかめない。高すぎるんだよな。やられてる。うおすごいね。なにこれ。すごいね。よいしょ。くれたかな。これ立ち上がるのめっちゃ時間かかるね。なにこれ。なに、やばそう、やばそう、死にそう。死ぬ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 。戦慄が欲しいんです。せっかく耐えたから。あ、どこ行った。あ、移動するんだ。あー、はいはい。怖いな、もう。おー、やば。キュン。マジどうすればいいのこれ。怖っ。まあ、いいね。あ、当たってないよ。当たってないよ。スケールがでかいんだよな。なんかこのサイズってライズいないですよね、まだ。飛びすぎやん。キャー。
それ、さっきから攻撃何も食らわせてなくない？やばいって。さすがに回復薬飲む。これやばそう。やばい。また飛ぶの？もうやりたいよ。やばいですよね、これ。
て一人で倒した。いやでも大きくて大変だった。あーなんとか玉が取れた。やったー、嬉しい。大型モンスターっていうんですかね、大型倒したの初めて一人で。まあ言うて上位だったので倒せました。よかった。この調子でクエストを消化し続けてハンターランクも上げて G 級のクエストに進んでいこうと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価コメントをよろしくお願いします。またモンスターハンターワールドアイスボーンとモンスターハンターライズ両方進めていきますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。